画鋲、または押しピンとは、掲示物を壁面に固定する際などに使われる、金属、プラスチックなどの頭部に、鋭い針を取り付けた器具のこと。壁面に掲示物を当てがい、画鋲の針で掲示物を突き刺し、壁面に密着させることによって、対象物を固定する。軽く刺して、針の部分だけで支えるような針り方では掲示物が、切れて落下してしまうことがあるため、 金属やプラスチック製の本体部分で掲示物と壁面を押し付けるように密着させる必要がある。以前は構造が簡単で値段も安い金属製の円盤の中央に針を取り付けたタイプの製品が広く使われていたが床などに落ちた場合に針が上を向くことが多く足で踏んだ場合に負傷する危険性がある点、壁面の材質や刺さり方によっては 取り外す際に手間がかかる点、針が折れる、可能性がある点、錆、腐食に弱い点などから、近年では、プラスチック製の製品の普及が進みつつある。また、針を上に向けて設置できる特性から、半世紀以上にわたり、学校内で靴に忍ばすいたずらやいじめのアイテムとしても使われ続けており、 故意に他人を負傷させる障害及び自転車のタイヤをパンクさせるなどの鬼没損壊といった事件も起きているが、刑事事件であり立派な犯罪行為である。一部の賃貸家屋では壁面への損傷を防ぐため賃貸借契約によって画鋲の使用が禁じられている物件もある。また、近年では一部のプロレス団体で画鋲でスマッチとして無数の画鋲が敷き詰められた箱に、 対戦相手を叩き落としたりといった、試合中の狂気としての用途にも用いられることもある。2010年10月17日、大日本プロレス高楽園ホール大会で行われた BJW 認定デスマッチヘビー級選手権、試合 VS、石川修司では、3万個の募集に対して4万9,205個の画鋲が全国各地から提供され、 蛍光灯とガラスボードと共にすべて使用された。画鋲の用語について株式会社ソニックハットエイトックドットコム、日本語アンケート日本語の使い方に日韓工業新聞社 X ムック8ものづくり解体新書1の巻日韓工業新聞社1992木村現地戦時期における金属代用品の多様性と変遷画鋲に着目した事例研究 生活学論争ボリューム28-1から15-2016.331木村現地戦時期における代用材料としてのレコード版画病の実物資料を用いた実証的研究道具学論集ボリューム24-14から26-2019.331ありがとうございます